お前はその娘を侮辱するようなことですね、ことだったならば、たとえ後で、ああ、悪いな、間違いだったなと思って、アンバーにハラッフィリーズのビッツのアンバーにお許しを請うたとしても許されません。その人が侮辱したその人にきちんと謝って、中をその取り直すまでは、その悔い改めというのは受け入れられないわけですね。人の権利と、そのアンナはしもべの権利と関わるようになったわけですから。そこでですね、ラユミナハルコンハッタユヒッバリアヒーヒーマーユヒッブリナフシー、このじゃあ好むこと、人のためにその自分、まず自分のために好むこと、いろんなことがあるかもしれませんが、何が一番いいのでしょうということを、教えてくれるハディスをご紹介します。وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان. قال أنه قال. الإمام أحمد が伝える伝承では、そのムアーズ様、教諭ムアーズ様による伝承として伝えているところを、預言者ムハンマド様にそのムアーズ様は尋ねたわけです。最良の信仰とは何ですか。最良の信仰とは何ですか。すると答えて曰く、アフダルイーマン、アントヒッバリッラー、ワトブギダリッラー、ワトゥアミラリサーナカフィディクリッラー、ワトゥアミラリサーナカフィディクリッラー。アンマー。最良のイーマンとは、最良の信仰とは、アントヒッバリッラー、アッラーのために愛し、ワトゥブギダリッラー、アッラーのために怒ること、ワトゥアミラ、そしてワトゥアミラリサーナカフィディクリッラー、あなたの舌をアッラーをディクルする、アッラーを思い出すこと、アッラーを思い出して賛美の言葉を舌で唱えること、そして舌を忙しくさせること、舌を動かすことだというわけですね。あなたの舌を、アンラーを、その念仏ならぬ念心といいますか、そのアンラーを、念じて唱えることで動かすこと、働かせることだと言われています。で、ここで、アントゥミナ、アントヒッバリッラーをトゥブギダリッラー、アンラーのために愛し、アンラーのために起こること、理想の信仰、最良の信仰、だと言われているわけですが、その中でも決して私たちが忘れてならないのは、自己反省だと思います。私たちムスリムは誰もが、私はアンナのためにこれを愛し、あるいはあの人のこういったところを愛し、アンナのためにこれを憎み、あの人のこういったところを憎むと思っても、誰もがそう思うわけですね。その純真な、素直な、誠実なムスリムであれば、 I love for the sake of Allah, I get angry for the sake of Allah, for the sake of Allah, everyone says so. 誰でもそう言うんです。非常に残念ながらテロリストでもそう言います。大事なのはムハサバトンナプス、ムラジャー、ムラジャートンナプスはムハサバトンナプス、つまり自己反省です。自己を顧みること、自己を顧みて自分をよく見つめてみることだと思います。誰もが素直、誠実なムスリムであれば、誰もがアンナのためにその一喜一憂して、その喜怒哀楽を表現するわけですが、自分でとどまっていればそれはいいでしょう。自分に関わること、
でもひとたびそれが人と関わることになったとき、人に乱暴なことをした、アッラーのためだ、アッラーのためです、あの人はその誰々をその例えば礼拝をバカにして、あるいは間違ったことをしてたから、だから、ああいうことをしたんだと、アッラーのためだ、ちょっと待ってください、やり方はどうでしたかと、やり方は間違ってませんでしたか、間違ったと思うことを見て注意した、厳しいその言い方をした、それは正しいでしょう。そのでも時々私たちはよく間違いを犯す弱い存在ですから、余計なことも言ってしまった、余計なことも言ってしまった、そしたらその過ちは認めて許しを請うべきじゃないですかと、自分を見つめる、自分を振り返って自己反省するということは、ムスリムがムスリムとして生きていく上で非常に大切なものだと思います。そうでなければ、このここで言われている理想の信仰、本物の信仰の境地には決してたどり着くことはできないでしょう。ハラバードサラフ يقول الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم رحمه الله تعالى قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر والعياذ بالله。先人は、ある先人はこのようなことを言っています。あったわが謙虚さとは真理を受け入れることです。真理を受け入れること、みんくりまんじゃびひ、誰がそれを持ってやってきたとしても真理を、その真理さがゆえに受け入れること、それが謙虚さだと言っていいわけです。ワインカーナサフィーラ、たとえその人が自分より年若い人であっても、ファマンカビラルハッカミンマンジャアビヒサワアンカーナサフィーラアウカビーラ、だから真理を、その真理さがゆえに受け入れた人、たとえそれを持ってきた人が自分より年上